今週の国内女子ツアー4戦目、アクサレディス宮崎は、昨年のプロテストにトップ合格を果たし、今春高校を卒業したばかりの18歳の清本南でプロデビュー戦を迎える。アルバ TV のゴルフバラエティー、ゴルフに刀なしに出演した清本は、プロテスト合格後に超有名人にサプライズでお祝いしてもらったことを明かしている。 お笑い芸人のノンスタイル、井上雄介が MC を務める同番組の2023年度プロテスト合格おめでとうスペシャル、二同期4人と共に出演した清本。お題のマル秘エピソードとして、実は合格祝いで大ちゃんに会いました。と知人が合格のお祝いに食事会を開いてくれた時のエピソードを紹介。井上が、大ちゃんって誰 と聞くと自分も大ちゃんって誰だって思いながらお店に行った大ちゃんって誰だろうって思っていたら松坂大輔選手でしたやばって元メジャーリーガーのサプライズ登場に感激した松坂選手とどんな話をしたのか話題になり聞きたいことがあって自分はボールを投げるのが変わって言われるのでうまく投げられるいい練習ありませんか って聞きました、と明かした。スタジオでは実際に井上に向かってボールを投げてもらい、変、と言われる投球も披露。距離は10メートルほどのだったが、クイックモーションから躊躇なしの速球を井上に向かって投げた。近い人にも緩いボールを投げられない癖が強い投球に、ボール、早ない。何を教わったの と突っ込む井上タオルの片側を結んでいい音が鳴るようにと本格的なシャドーピッチングを進められたという。現役女子高生ながらプロテストトップ合格と注目の清本。意外にもボールを投げる姿は癖が強かった。